こんにちは、ケーキです。この動画では水生亀を飼育するためのオーバーフローアクアテラリウム水槽の自作方法を紹介します。水槽の穴開けから開始して塩ビパイプの配管やレイアウト素材の DIY、 そして生態の導入などを総集編的に紹介します。各工程の詳細についてはすでに動画を上げているので、ぜひ合わせてみてください。まずはオーバーフロー水槽の設計ですが、結論としてはこんな感じの構成で組むことにします。この水槽システムの設計については別途まとめた動画があるので、使用を決める根拠を詳しく知りたい人はそっちを見てください。まずは飼育水槽の穴開けからスタートします。今回は給排水のパイプを右奥に設置します。穴の場所は水槽の右奥から縦横それぞれ 80mm の場所に、穴の大きさは 40A の排水パイプを通せるように 60mm に設定します。穴を開ける位置にマジックでマーキングして、ダイヤモンドカードリルビットを取り付けた電動ドリルでガラスに穴を開けていきます。穴を開けるときに摩擦熱が発生するので、ガラスが欠けるのを防ぐため冷却水をかけながら穴開けを行います。マーキングに合わせて固定したドリルガイドに電動ドリルを当てて、力を入れすぎないように注意しながらダイヤモンドコアドリルでガラスを削っていきます。この時穴の断面が水平になるように作業を進めないと、穴が開いた時に穴の縁が欠けてしまうので注意してください。まあまあ綺麗に穴を開けることができました。次は今開けた穴に排水管を固定するための台座を接着していきます。使用するのはこちらの二重管用の台座です。予備径 40A の塩ビパイプを差し込めるようになっています。台座の周りに 3mm の隙間を開けて、接着剤が広がりすぎないようマスキングテープでガラスを保護します。水槽用のシリコンシーラントを台座の接着面に塗りつけていきます。接着面全体に接着剤が行き渡るようにたっぷりと塗りつけます。水槽に台座を押し付けてシリコンを隙間なく伸ばします。はみ出した部分のシリコンはコーティングヘラで鳴らして、余分な分は取り除いておきます。シリコンを鳴らし終わったら、固まる前にマスキングテープを剥がしておきます。水槽の裏側も余ったシリコンを取り除いておきます。
シリコンを鳴らし終わってから2日くらい乾燥させて、シリコンが十分に固まったら台座の接着は完成です。次は水槽の背面にバックスクリーンを貼り付けていきます。今回はリーフコーポレーションの RT シリーズというバックスクリーンの中から、背景が半透明に見えるミストタイプのバックスクリーンを使います。水槽のガラス面をきれいにしてからバックスクリーンを貼り付けて、ゴムヘラで空気を抜いて貼り付けます。スマホの保護フィルムと同じような感じですね。詳細な手順は別の動画にしているので、興味がある人はそちらを見てください。これでバックスクリーンを貼り付けられました。次は水槽台に水槽トロ過層を設置して、塩ビパイプを使ってこの2つをつなぐ配管を組み上げ、水を循環させられるようにしていきます。各配管の寸法と接着箇所はこのように決めました。まずは水槽の下に敷く水槽マットに塩ビパイプを通すための穴を開けます。水槽に開けた穴の位置に合わせて水槽マットに目印をつけておき、コンパスカッターで円形にくり抜きます。穴を開けた水槽マットを水槽台の上に設置し、その上に水槽を置きます。水槽台の下段にも水槽マットを敷いて、ろ過層を設置します。次に水槽の水をろ過層に流すために必要な排水管を水槽に取り付けます。まずは指定した寸法に合わせて VU40 の塩ビパイプをパイプカッターでカットします。後から水位の変更ができるように、今回は排水管は接着しません。そのため、水漏れしないようにしっかりと台座に差し込んでおきます。パイプを横から見て、こんな感じで隙間が完全になくなっていれば OK です。次は、ろ過層内の配管に進みます。まずはろ過層に水中ポンプを設置しておきます。ポンプで汲み上げられた水は、排水管の中に設置される一回り細い給水管を通って水槽に戻ります。この給水管を排水管の中に通すためのパーツがピストルです。次はこのピストル周りの配管を作っていきます。ピストル自体を自作するのは大変なので、ピストルは既製品を購入して必要な長さにカットします。マジックでカットする場所に目印をつけた上で、パイプカッターでカットします。ピストルの片方の端には、水槽からの排水をウールボックスの位置に合わせるための S 型ソケットを接着するので、接着面を深く差し込めるように、パイプリーマーで面取りをしておきます。ピストルの準備が整ったら、塩ビパイプ用の接着剤を塗り付けて、S 型ソケットを接着します。接着するときは全力でパイプを奥までしっかりと差し込んで数十秒間保持して固まるのを待ちます。次はポンプとピストルをホースでつなぐためのパーツを作ります。ホースを塩ビ管に接続する方法はいくつかありますが、今回は紙旗から出ている塩ビ接続パーツというものを使います。これはアクアリウム用のホースを差し込んだ上でネジを締めて固定できるようになっている配管パーツです。塩ビ製で軽く、塩ビ管に直接接着もできるので手軽に使うことができます。まずは塩ビ接続パーツを VP13 の塩ビパイプに接着します。
接着剤が乾いたら必要な長さに塩ビパイプをカットします。カットした部分はピストルに接着するので奥まで差し込みやすいように面取りをします。ピストルと塩ビパイプの両方に接着剤を塗り、塩ビ接続パースが付いた VP13 パイプをしっかりと差し込んでピストルに接着します。接着剤が十分に乾燥して固まったら、塩ビ接続パーツに内径 12mm、外径 16mm のホースを取り付けます。水槽台の下側から水槽に開けた穴部分に接着した台座に合わせてピストルをしっかり差し込みます。排水管と同様に差し込みが緩いと水漏れにつながるので、これも横から見て隙間なく差し込めたことを確認しておきます。次は水槽からの排水をウールボックス内にまんべんなく広げてくれて消音効果もあるシャワーパイプを作ります。寸法はウールボックスの中に収まるように決めていて、水漏れしてもウールボックスの中なのとメンテナンスの時に取り外せた方が便利なので接着はしません。電動ドリルを使い水をシャワーにして流すための穴を開けていきます。穴の位置は 15mm 間隔で1列につき7個、4列で合計28個を列ごとに互い違いになるように開けます。穴を開け終わったらこんな状態になります。このままだと穴の縁が鋭くなっていて危ないので穴の面取りをしていきます。電動ドリルの先端をドリルビットから面取りカッターに付け替えて穴の面取りをしていきます。面取りまでした状態がこちらです。これをエルボーを使って組み立てるとこんな感じになります。シャワーパイプの出来上がりです。ろ過槽の上にウールボックスを設置して、出来上がったシャワーパイプをピストルに接着した S 型ソケットに差し込めば排水側の配管は完成です。ここでピストルから伸びるホースをポンプに接続します。今回使用するポンプのコンパクト2100は内径 19mm、外径 27mm のホースに対応していますが、 VP13 塩ビ管用の塩ビ接続パーツは内径 12mm、外径 16mm のホース用なので、2系コネクタをかまして接続することになります。ホースを適当な長さにカットしてコネクタをねじ込みます。ホースをつなげたらホースバンドで締め付けておきます。最後にホースとポンプを接続してホースバンドで締め付ければホースとポンプの接続は完了です。次は水槽台の中での水跳ねを防ぐためにろ過槽とウールボックスの蓋を作ります。まずはウールボックスの蓋です。ウールボックスのサイズに合わせてカットしてもらった 3mm 厚の透明塩ビ板にピストルからの配管が入ってくる位置に合わせて木工用のホール槽で穴を開けます。穴を開けたら穴を中心に塩ビ板を2枚に分割します。これはメンテナンス時に蓋を開け閉めしやすくするためです。
次に塩ビの角棒でガイドレールを作って蓋が落ちないようにしておきます。塩ビ板の縁からウールボックスのガラス厚を考慮して 6mm ぐらい内側の場所に適当な長さにカットした塩ビの角棒をマスキングテープで仮止めしておきます。これを塩ビ板用の接着剤で接着して固定します。スポイトで接着剤を吸い出し、毛細管現象を利用して塩ビ板と塩ビ角棒の間に接着剤を流し込みます。十分な量を流し込んだら手で10秒ぐらい押さえておけばしっかり固定されます。2枚に分割した蓋の小さい方を奥側に、大きい方を手前側に設置します。この蓋は角棒の部分をウールボックスの中に落とし込むことでストッパーになって蓋がずり落ちなくなる仕組みです。大きい方だけをこんな感じでずらして簡単にメンテナンスすることができます。次はろ過層の蓋を作ります。2枚の板と蝶つがいをマスキングテープで仮止めして、蝶つがいを固定しながらネジを通す穴を開けます。六角ボルトで蝶つがいを固定してろ過層の蓋は完成です。完成した蓋をろ過層に設置します。蓋を簡単に開け閉めできるのでメンテナンスしやすいです。いよいよ最後の配管作業です。排水管の中を通してピストルに差し込む給水管を作ります。配管を仮組みしながら実測ベースでちょうど良い場所に給水管の先端が来るように寸法を決めて、決めた寸法に合わせて VP13 の塩ビパイプにマジックで目印をつけ、パイプカッターでカットします。ピストルに差し込むのと反対側の端には、この後で行う通水テストのために90度エルボと45度エルボで作った仮のフローパイプを接続します。そして排水パイプの中を通してピストルへ給水パイプを差し込んで配管は完成です。では実際に水を循環させてオーバーフロー水槽の通水テストをやってみます。まずは飼育水槽に水をため、続いてろ過層にも水をためます。ポンプの電源をオンにして水を循環させてみます。排水管からウールボックスを経由してろ過層に水が流れ込んでいることがわかります。うまく水の循環ができていることが確認できました。次にオーバーフロー水槽の配管を隠すために、こんな感じの義眼コーナーカバーを作っていきます。今回は水生カメの飼育水槽ということで、バスキングスポットが必要になるので、スペースを少しでも有効活用するためにコーナーカバーがバスキングスポットを兼ねるように作っていくのがポイントです。また石を組んで作ったりすると亀に壊される心配があったり、掃除がしにくかったりとデメリットが多いので、モルタルを使った義眼でコーナーカバーを作ります。まずはスタイロフォームの切り出しからスタートします。幅 180cm、 高さ 90cm、 厚さ 5cm のスタイロフォームを切り出して 30cm 四方の立方体を作ります。これを水槽のコーナー部分に設置するので、この立方体の一隅をコーナーパイプを通せるように 15cm×15cm 分スチロールカッターを使ってカットしていきます。次に出来上がる岩の形をイメージしながら、ス
タイルフォームを1枚ずつ大雑把に削っていきます。最終的にはモルタルで造形するので、あくまで大まかな形を作るだけで OK です。なんとなく岩の形がイメージできるまで削り出した状態がこちらです。手前の出っ張った部分は亀が休むための水深が浅い場所として作っています。その下のくぼんだ部分は亀が隠れるためのシェルターになる予定です。ここから仕上がりのイメージを膨らませつつ、まっすぐな面を減らすようにスタイルフォームを削っていき、水槽に仮設置した状態がこちらです。独立した別のパーツとして作る予定の蓋もはめ合わせて形状を確認しています。オーバーフローパイプはこんな感じで収まっています。スタイロフォームをバラバラにしたらこんな感じです。このままだと義眼がパイプの周りを完全に覆っていて水が循環しないので、こんな感じでスタイロフォームにスリットを入れて水の通り道を作っておきます。あとはスタイロフォーム同士を接着して一つの塊にしていきます。接着剤には水槽のガラス板同士を接着するのにも使われているシリコンシーラントを使います。ろ過層から汲み上げた水はコーナーカバーの外に吐き出さないと水の流れがよどんでしまうので、スタイルフォームの中に塩ビ管を通して外に水を吐き出すギミックを作ります。一番上のスタイルフォームを削って塩ビパイプを差し込んだ状態がこちらです。オーバーフローパイプのちょうど真ん中に差し込んだパイプが来るように調整しています。こうすることでろ過層から汲み上げた水が通る給水管をそのままギガンコーナーカバー内の塩ビパイプに接続して、コーナーカバーの外に水が流れ出るという寸法になります。位置を合わせたら塩ビパイプとスタイルフォームは接着しておきます。他のパーツも全部接着していって、こんな感じの骨組みが出来上がりました。中に仕込んだ塩ビパイプの位置もバッチリ合っています。ただこのままだと水槽の側面からスタイルフォームの青色が見えるので、人工物の雰囲気がすごく出てしまっていまいちです。そこでスタイルフォームのガラスに接する部分を厚さ1ミリの黒い塩ビ板で覆って目立たないようにすることにします。適当にカットした塩ビ板をスタイルフォームの骨組みと水槽の接触面の間に挟み込んで、マジックで輪郭を縁取りします。あとは縁取りした輪郭に沿ってハサミで塩ビ板をカットしていきます。カットした塩ビ板は塩ビの三角棒を支えにして接着剤で固定します。この塩ビ板で作ったスタイルフォームのカバーは一応ガラスに密着する形に作ってはいますが、特に固定する部分があるわけでもないので簡単に位置がずれてしまいます。そこでこのようなキスゴムを使ってガラス面に固定できるように加工します。まずは 4cm×5.5cm にカットした 1mm 厚の黒い塩ビ板を2枚貼り合わせて、さらに 2cm×4cm にカットした黒い塩ビ板をその下半分だけに貼り重ねた、こんな形の板を4枚用意します。これに穴を開けてキスゴムをはめ込めるようにし、さっきの塩ビ板製カバーに貼り付ければ、カバーをガラス面にキスゴムで固定することが可能になります。電動ドリルを使って直径 6mm の穴を開けます。穴の周囲は面取りカッターを使って面取りしておきます。面取りまで終わった状態がこちらです。頭の部分は斜めにしながら穴にキスゴムを押し込んで、キスゴムをはめ込むパーツが完成します。あとはこれを塩ビ板で作ったカバーに接着すれば OK です。仕上げにスタイロフォームを塩ビ板カバーに接着していきますが、キスゴムの固定パーツの部分が浮き上がらないようにスタイロフォーム側を削ってから接着します。
水槽にぴったりフィットする形になるようにスタイロフォームにシリコンシーラントを塗ったら、マスキングテープで保護した水槽に押し当てるようにしてしっかり接着します。ここまでの作業でこんな感じの物体が出来上がりました。これが今回作る義眼コーナーカバーの骨組み部分です。この後スタイロフォームの表面にはモルタルを持って厚みが増していくので、その厚みの分を考慮して塩ビのカバーはスタイロフォームよりも一回り大きめに作っています。ただこの骨格には重大な欠点があります。後でわかるんですが、スタイロフォームの体積が大きすぎてモルタルを持っても水に沈まなかったんです。結局モルタルを持った後で塩ビのカバーを剥がして内側のスタイロフォームを削る羽目になって大変だったので、水中で使用する義眼を作る場合は水に沈むようにスタイロフォームは最小限の体積にした方がいいと思います。次にもう一つ、今度は植物を植えられる鉢植えのような構造を持った義眼を作ります。こっちの義眼はさっき作った義眼の上に乗せて配管を隠す蓋のような感じで使います。まずはプラダンに穴を開けてステンレスメッシュをバスコークで接着します。接着剤はシリコンシーラントでいいんですが、なくなってしまったので手元にあったバスコークで代用しています。次に義眼の骨格になる部分のスタイロフォームを削って形出しをしていきます。まずは鉢植えになる部分に穴を開けておきます。岩の形をイメージしながら大まかな形も作っていきますが、例のごとく細かい形状はモルタル造形で決まるので、ここは当たりを取っておくだけで大丈夫です。また今回はコーナーカバーの内側にポンプを仕込む予定なので、部分的に切り欠きを作ってポンプの電源コードや排水チューブが通せるように工夫しておきます。先ほど作った義眼と同じようにスタイロフォームに黒い塩ビ板を貼り付けていきます。角の90度を出すためにここでは塩ビアングルを使用しました。塩ビアングルに沿って塩ビ板を置いて三角棒を間に貼り付けて直角を作ります。塩ビ板同士の接着が終わったら塩ビ板とスタイロフォームを接着しておきます。次に鉢植え部分を組み立てていきます。鉢植えの底部分には塩ビ板を使います。通水性を確保するために電動ドリルで穴を開けておきました。この塩ビ板に合わせて先ほど作ったステンレスメッシュの窓付きのプラダンを貼り付けます。この鉢植え部分はコーナーカバーの内側に差し込むことになるので塩ビパイプを邪魔しない形にしてあります。位置を合わせたらマスキングテープで仮止めして一晩乾燥させます。最後にスタイロフォームの下の部分にプラダン製の鉢植えを貼り付けて蓋になる義眼の骨格は完成です。次はこの骨組みにモルタルを持って岩の形を作り込んでいきますが、塩ビ板のカバー部分が汚れないようにモルタル造形を開始する前にマスキングテープでマスキングしておきます。普通のモルタルはそのままだとうまくスタイロフォームにくっついてくれないので、まず最初に接着力の高いカチオン系のセメントを下地としてスタイロフォームの上に薄くまんべんなく塗りつけます。セメントを左官バケツに開けて水を加えてよく練ります。水とセメントが十分に混ざったらスタイロフォームにセメントを塗りつけていきます。カチオン系セメントでもスタイロフォームにはくっつきづらくてすぐ剥がれ落ちてしまうので、使い捨てのビニール手袋をつけて手で塗り込むように盛り付けました。骨組みの全体を下地セメントで覆った状態がこちらです。
細かいところを見るとセメントを塗れてなくて骨組みのスタイルフォームが多少見えてるところもあるんですが、所詮はこれは下地なので後から使う造形用のセメントがしっかり定着できればそれでいいので、あんまり気にする必要はないです。カチオン系セメントで下地を作ったら、次は造形用セメントとして評判が良いこちらのギルトセメントを使ってギガンとしての形状を作り込んでいきます。下地セメントと同じようにギルトセメントを左官バケツに開けて水を加えて練っていきます。ギルトセメントの説明書きには水分量の規定とかはなくて、どうやら造形しやすいように使う人の好みで水分量を決めればいいみたいです。今回は少し水を多めにしてスパッと割れてできたようなはっきりした面を持つ岩を作っていきます。まずはギルトセメントを少し厚めに盛り付けて、スクレーパーや左官ごてを使って表面をならし、岩肌のベースを作ります。その後でスクレーパーの尖った部分を使って岩肌の亀裂や凹凸を作ります。どうしてこんな亀裂ができたのか、この岩はどの方向に割れやすいのか、どの部分は割れてどの部分は削れたのかといったように、自分なりに岩の生い立ちみたいなものを考えながら造形すると説得力のある作品に仕上がると思います。ケーキはちょっと凝り性なので作業が遅くて、水を混ぜたセメントが乾燥するまでに造形できるモルタルの量には限りがありました。 2,3 時間で作業できるのが大体この写真で色が変わっている範囲くらいです。まあ焦っても仕方ないので、作業を何日かに分けて少しずつ作っていきました。造形直後、まだ乾燥していない状態の表面です。セメントは砂を含むため、どうしても滑らかな質感を作るのは難しいですが、できる範囲でこだわっていきます。作り込みを進めて、造形用セメントを使った義眼のディティール作りが完了した状態がこちらです。我ながら結構満足できる仕上がりになったと思います。特に左手前のあたりは岩肌の亀裂やゴツゴツした感じ、部分的に割れている雰囲気などをうまく表現できました。ここまでと同じ要領で、今作った義眼の上に乗せて蓋になる義眼についても同じようにギルトセメントを使って造形していきます。造形中にギルトセメントが乾燥してきた場合は、霧吹きで水分補給をしてやるとまた柔らかくなるので、造形時間を長く調整したい場合におすすめです。こんな感じで蓋部分のモルタル造形も完了です。
モルタルをそのまま水中で使うと水質を強いアルカリ性に変えてしまうので、この時点でアク抜きをしておきます。セメントを少なくとも2日くらいは乾燥させてから、コンクリート池用のアク抜き剤であるアクアマリンソフトを使ってモルタルのアク抜きをします。アクアマリンソフトの説明書きにある通り、水10リットルに対して5ミリリットルの割合でアクアマリンソフトを溶かした水に3時間以上義眼をつけておきます。つけ置きが終わったら義眼を流水でよく洗ってアク抜きは完了です。アク抜きが終わったら、一度義眼を水槽に設置してうまく水が流れるか確認しておきます。この部分は蓋として別パーツに分けて作ったところで、メンテナンスのために取り外せるようになっています。水槽の水がうまくろ過層に流れ落ちているのが確認できます。ろ過層から汲み上げた水も義眼の中に通した塩ビパイプを通ってうまく水槽内に流れ込んでいます。ではここからは塗装作業です。塗料を塗る前にガラスに接する面を覆っている塩ビ板に塗料がつかないようにマスキングをしておきます。マスキングできたら、まずは下塗り剤としてこちらのアトムハウスペイント水性下塗り剤エコをマルタル全体に塗っていきます。ハケを使って塗り忘れがないように気をつけながら塗っていきます。塗料には表面保護の効果もあるので、裏面や隙間など見えないところも丁寧に塗っておきます。まずは下塗り剤を塗り終わりました。次に新ロイヒ、デクアートカラーを使って着色していきます。今回はホワイト、ブラック、フタロブルーの3色を用意しました。今回の塗装は3色のテクアートカラーを混ぜて、流黄石をイメージした濃いめのカラーに調色した色で塗装していきます。ちょっと色味が暗すぎると思うかもしれませんが、実はテクアートカラーは水中では空気中よりかなり明るい色合いに見えるので、水没する部分はあえて暗めの意識調で塗装しています。裏面とかの完成時に見えない場所を使って、仕上がりの色味は塗装前に確認しておくのがいいですね。モルタルの表面には多少凹凸があって、特にへこんでいるところには塗料が乗りにくいので、面相筆などの細めの筆を使って塗り残しがないように丁寧に塗っていきます。この義眼の頂上部分は水面よりも上に出てくるので、水中部分と同じ色で塗るとちょっと暗すぎます。そのため義眼の上部は水中部分よりかなり明るめの色合いで塗装します。
ここまで塗装した状態の義眼コーナーカバーがこちら。境界線がはっきりしたツートンカラーになっていて、岩としてはかなり違和感があります。そこで次に2色の中間くらいの色合いの色を調色して、グラデーションになるように塗装していきます。今回のオーバーフロー水槽は水位を 25cm に設定しているので、そこから 25cm の高さにマスキングテープで目印をつけます。水位より少し上のあたりで色が切り替わるように狙いながらグラデーション塗装をしていきます。軽く塗料を乗せた後、キッチンペーパーや指先で塗料をこすってぼかすようにするといい感じのグラデーションになります。次に義眼をよりリアルな質感にするために、岩が時間の経過で汚れた雰囲気を出すためのエイジング塗装を行います。今回は3色しか塗料を用意していないので、あまり派手な汚しはできないんですが、白と黒の2色で汚れに見えるようなベースよりも少し明るい色を作って、スポンジとかキッチンペーパーに塗料を乗せて叩いたり指でこすったりしながら少しずつ色を重ねていきます。最後に龍王石の特徴的なまだら模様を入れていきます。まだら部分の白をイメージした明るい色を作って、面相筆で余計なところに色がつかないように慎重に塗っていきます。ここまでやれば着色作業は完了です。最後に塗装を保護するためにトップコートを塗っておきます。今回はターナー色彩の水性 UV カットクリアを使います。水性 UV カットクリアはトップコートとして使用できることはもちろん、紫外線による退色を防ぐ効果もあるので、紫外線ライトを照射するバスキングスポットも兼ねている今回の義眼コーナーカバーにはまさにうってつけです。ここまでで塗装作業は完了です。こんな感じの義眼が出来上がりました。最後に作った義眼コーナーカバーを水に沈めて色味を確認しておきます。水中部分が少し濃い色になっていて、自然な濡れ色を表現できたと思います。これで自作オーバーフロー水槽に使う義眼コーナーカバーは完成です。続いて今作った義眼と合わせてレイアウトに使うこんな感じの大型流木を複数の流木を組み合わせて作っていきます。流木を固定する方法はいろいろとありますが、今回はしっかり固定できるようにステンレスビスで固定します。まずは流木同士の組み合わせ方をよく考えて、どの部分にビスを刺すかを決めておきます。表からビスが見えるとかっこ悪いので、できれば裏側からビス止めする方法を考えた方がいいです。まずはビスの下穴を開けますが、流木はかなり硬いので切りを使います。切りで下穴を開けたら、電動ドリルを使って下穴を広げます。下穴の径は固定に使うビスの太さの7割ぐらいが目安で、今回は太さ 4.1 ミリのビスを使うので、直径3ミリのドリルを使って穴を広げます。下穴を広げたら、次にビスのネジ山部分を隠すために下穴の入り口部分をメンタリカッターで拡張して座繰り加工しておきます。ネジは基本的に裏側から刺すので見えないはずなんですけども、念のための加工です。続いて受け側の流木にも下穴を開けていきます。最初に決めた流木同士の位置関係を確認しながら、もう一度切りで穴を開けていきます。ステンレスビスの長さを確認して、どの程度の深さの下穴が必要かを確認し、さっきと同じように電動ドリルで下穴を広げます。ステンレスビスで固定する2つの流木の両方に下穴を開けたら、ステンレスビスで固定していきます。ビスを打ち込んで流木同士がある程度固定されました。ビス止めの箇所が1箇所だけだと、どうしても固定が甘くてグラグラしてしまうので、
基本的には2箇所以上でのビス止めが必要です。1箇所目と同じように、切りと電動ドリルで下穴を開けてから、ステンレスビスを打ち込んで固定していきます。ここまでやると、だいぶしっかり固定されています。この作業を繰り返して、大小5、6本の流木を組み合わせて、最初に見せた通り、こんな感じの大型流木が完成しました。ステンレスビスは、こんな感じで全部流木の裏側から差し込んでいます。このおかげで、水槽に設置しても、ほとんどビスが見えることはありません。先ほどの擬岩と組み合わせると、こんな感じです。岩を抱くように生えた木の根っこの残骸をイメージしたレイアウトになっています。ここまでで必要な材料が揃ったので、最後はこちらのジェックスアクアテラメーカーを使ってアクアテラリウムのレイアウトとして仕上げていきます。まずは擬岩コーナーカバーで隠れるオーバーフロー水槽の配管の近くにアクアテラメーカーのポンプを仕込んでおきます。ここで先に蓋になる擬岩を設置しておきます。制作途中の写真ですが、この蓋は角の部分を切り替えてあって、アクアテラメーカーの電源コードを通せるようにしてあります。こんな感じで上から押し込むと、オーバーフロー水槽の排水管とプラダンで作った鉢部分がぴったりとはまって、蓋がしっかり固定されます。次に、オーバーフロー水槽の配管を隠すように、擬岩コーナーカバーを設置します。また制作途中の写真ですが、擬岩コーナーカバーはこんな感じで、サイドは円ビートで保護してあり、キスゴムでガラス面に固定できるようにもなっています。なのでこのままガラス面に押し当ててキスゴムをくっつけます。この擬岩の中には塩ビパイプが通してあって、オーバーフロー水槽の配管と直結すると岩の割れ目から水が湧き出すギミックを搭載しています。そのため擬岩の塩ビパイプと水槽のエルボパーツを接続していきます。さらにさっきの流木を仮設置してレイアウトのイメージを確認しておきます。奥の部分が少し物足りないので流木を足しておきます。この水槽では亀を飼うので1本バラで流木を置いても蹴飛ばされる可能性が高いんですが、あんまりガチガチに固定してもメンテナンスが大変になってしまうんで、これはあえて別のパーツとして設置しています。レイアウトのイメージができたら、流木にアクアテラメーカーの排水チューブを固定していきます。固定方法はいろいろありますが、今回はなるべく目立たないようにテグスで巻きつけることにしました。排水チューブの設置が完了したら、一度流木を水槽から取り出してモスを巻きつけていきます。今回はアクアリウムやアクアテラリウムでよく使われるイローモスと、もう一種類サムライモスというモスを使います。サムライモスは南米イローモスみたいな感じで、綺麗な三角形の葉を展開するモスです。完全に水中でも育ちますが、湿り気の多い水上くらいの方が育てやすい印象です。水上部分にサムライモス、水中部分にウィローモスという分担で、テグスを使って流木にモスを巻きつけていきます。モスは1センチ程度の大きさにハサミでカットしてから巻きつけると新芽が出やすいです。モスを流木に巻きつけ終わったら、流木を水槽にセッティングしていきます。流木を設置したら、水を張って水中ポンプに排水チューブを接続します。
水中ポンプの電源を入れて思い通りの水流が作れていることを確認したら流木の設置は完了です。次にろ材を用意します。洗車用のスポンジを1センチ角のサイコロ状にカットしていきます。カットできたら100均で買ってきた目の粗い洗濯ネットに洗車スポンジ2個分を詰めてネット入りろ材の完成です。アクアリウム用のろ材にはいろんな種類があっていろいろと性能のいいやつもありますが、今回のオーバーフロー水槽みたいにろ過層の容量を十分に取れるなら何でもいいので、とりあえず大量にろ材を詰めておく方がおすすめです。十分な量のろ材さえあれば生物ろ過はちゃんと機能します。動画では洗車スポンジ2個分のろ材しか見えてませんが、これに加えて前から使っていた洗車スポンジろ材とか A ハイウェイのサブストラットプロとかも詰め込んで、最終的にはろ過層にろ材を満タンまで詰め込んでいます。ちなみに洗車スポンジろ材は一応洗ってから使うようにしてください。次は蓋部分の擬岩に植物を植えていきます。まず擬岩の鉢植え部分にウールマットを薄く剥がしたものを敷いてアクアリウム用のソイルを入れていきます。ソイルを入れたらアリス川石椒という中水性植物を植えていきます。アコルスなんて名前で流通することも多い植物です。ソイルの上にアコルスを乗せたら上からソイルをかけて竹串とかで隙間がなくなるようにしっかりとつついておきます。ただ結局ここで植えたアコルスは環境に適応できず枯れてしまい、いろいろ試した結果最終的にはロタラドトンディフォリアの水上葉が根付いてくれました。バスキングスポットに近いせいで温度が高くて乾燥しやすいので、水田雑草など強い水草の水上葉くらいじゃないと厳しいようです。次にさらに自然感を演出するために擬岩の表面に苔を貼り付けていきます。水を加えて練ると粘着力を持つ造形くんという造形剤を擬岩の表面に貼り付けて、その上に苔を植栽するという要領です。バケツに開けた造形くんに水を加えて握ると少し水が滴るくらいの加減を目安に練っていきます。擬岩の表面に造形くんをなすりつけるような感じでしっかり押さえて剥がれないように貼り付けます。造形くんで苔を貼り付ける土台を作ったら、1センチ弱程度に細かくハサミでカットした砂苔と灰苔を造形くんの上に乗せていきます。これも剥がれないように造形くんに少し埋め込むような感じでしっかりと乗せていきます。植物を植えた擬岩コーナーカバーの蓋をもう一度水槽に戻します。アクアテラメーカーのポンプをオンにして水の流れる様子を見ながら流木にさらに苔を追加していきます。この辺りには忍苔を使いました。ただいろいろ苔は植えたものの、擬岩の表面に貼り付けたやつとか乗せただけのやつには亀に剥がされてしまった部分もあって、やっぱり亀水槽に植物を定着させるには多少の試行錯誤は必要です。水槽のレイアウトはここまでで大体完成しています。ここで一旦今回の水槽のメイン生態である石亀の四角くんに登場してもらいます。飼い始めて8年くらいになるオスの日本石亀です。パイロットフィッシュならぬパイロットタートルとして生物ろ過の立ち上がりをサポートしてもらいます。
導入してしばらくはちょっと暴れていましたが、割とすぐ馴染んでくれたので一安心です。次に底砂を敷いていきますが、底砂には2つ注意するポイントがあります。1つ目は亀が誤飲しないか、誤飲しても問題ない小ささであること。2つ目は病原菌等の繁殖を抑えるために底砂は極力薄敷きにすることです。また複数の粒サイズの底砂を混ぜると自然感が演出されて雰囲気が良くなるのでおすすめです。今回使うのはタズナとシャームで売っている風山石の低照用粒サイズ SS サイズです。風山石はチャームで安く手に入れられて、まあ見た目はそんなに悪くないのでケーキは割とよく使います。基本的には粒の大きい方から義眼コーナーカバーの近くに配置して、前面に来るほど粒の径が小さくなるイメージで置いていきます。亀の導入から2週間くらい経って水質が安定してからタンクメイトを導入していきます。今回は川端モロコと大和のマエベをタンクメイトに採用しました。生態は水合わせをしてから水槽に入れます。まずは買った時に生態が入っていた袋のまま水槽に浮かべて水温を合わせます。次に袋に入った水ごとバケツに生態を移して、エアチューブに一方コックを接続したものを使ってサイフォンの原理で水槽の水をバケツに少しずつ移していきます。この時一方コックを使って水量を調整し、ポタポタと水滴が落ちるくらいの勢いでバケツに水を足していくのがポイントです。いわゆる点滴法ってやつですね。バケツの水が増えたら捨てて再度点滴のように水を足すというのを 2,3 回繰り返して、バケツ内の水質と水槽内の水質の差が十分に小さくなれば水合わせは完了です。網ですくって水槽に生態を入れていきます。この水槽は水深を深めにとっているので魚にとっては逃げやすくて、亀と魚が共存できる可能性は高いです。ただ亀の方が魚よりも前から住んでいるので、追加で導入した魚は環境が変わって戸惑っている間に亀に食べられてしまうっていう可能性があります。もう少し慎重に導入するなら、一時的に亀を移動させて魚が環境に慣れるまでの時間を稼ぐなどの対策をしましょう。最後に大和のマエビも同じ要領で水槽に導入します。これで亀も飼育できるアクアテラリウムの立ち上げは完了です。水槽の穴開けからここまで多分3ヶ月以上かかっていますが、なんとか稼働開始することができました。この水槽は立ち上げから1年以上が経った現在も稼働中で、苔や植物も定着してさらにいい雰囲気になっています。この水槽のこの後の様子やその他アクアリウムや爬虫類に興味のある人はぜひチャンネル登録をお願いします。またこの水槽の立ち上げ方法はブログでも詳しく解説しています。ブログでは使用する道具の選び方や具体的な製品名とかももっと詳しく補足しているので、ぜひブログも読んでみてください。